ラーメンあるある、心境の変化、1年目。よっしゃ、今日もよく働いた。明日も頑張ろう。3年目。うわ、ぶち儲けたでよ。やっぱ俺天才。10年目スタベリカモスタベリカモラーメン屋あるある卓上トッピングに対するラーメン屋の本音。大将、はい、これごま入れたらどんなになるんですか、ラーメン。ごまの味がしますよ。大将。はい、どうしました。もう辛いやつ入れたらどんな味になるんですか。辛い味がしますよ。大将。はい、どうしました。これニンニクラーメン入れたらどうなるんですか。ニンニクの味がしますよ。ラーメン屋あるある超有名店の店主が言いそうなこと。お客様に感謝。僕たちはラーメンでしかお客様に恩返しができない。わしは店に入った時の空気まで美味しくしたい。ラーメン屋あるある、ラーメン屋をやって唯一後悔していること。ラーメン屋をやって唯一後悔していることがあるんですよ。モテるだろうなと。ラーメン屋は、ラーメン屋をやったらモテると思ったんですけど、本気で全然モテません。本当に唯一後悔していることです。ラーメンばっかり食べるので大衆、そして人間がラーメンになって、匂いまでラーメンになってみんなから嫌われます。ラーメンって課長、うまみ調味料うまみ調味料って言うじゃん。正解とか不正解とか俺別にどうでもいいし、使っとることが不正解とも思わんし、使ってないことが正解とも別にどっちでもいい。まあもちろん体的には使う方がいいと思う。そのうまみ調味料を使う店は、なんでうまみ調味料を使うか、それは簡単なことだよね。うまみを上げれてないけうまみ調味料を入れるだけ、名前の通り、うん、でもそのうまみ調味料を使わんでいい方法が一つだけある。それは何か、全部のもの、自分がラーメンで使っとる、例えば返し、スープ、麺、具、全部のうまみを最大限に生かす。行き過ぎたりいかん過ぎたりするけブレが出るんだけど、うまみを上げれてないけ、これがうまみが上がってないけうまみ調味料を出してうまみを上げるんだろ。だったらこのうまみを上げてあげればいいじゃん。そのうまみが最大限に上がってたのを全部出せた時は 100% うまみ調味料は負けんね。ただ原価もかかるしね。